Could you pass me
would you please answer the salt? お塩を取っていただけますか。このパスと駅で見せるあの定期券なんかね、パスってこれが一致する。なんか知らないけど立教はこれが好きなんだ。困ってしまう。それから8番 He broke the traffic and was fined by the police。 これはファインドの方が重要だね、はるかに。これはあの来年の1月8日の時やりますが、もう問題意識できてる、コツコツ集めた230の例文の中の一つ一つにこういう単語が入ってるやつを全部総まとめ、90分で230いくつの例文できるわけないから、90分230本以上結構10秒30秒かけてらない。だとすると全訳は別枠でピンクを配って各例文も、例えばこんな例文だからファインド線を引いてと、で確認するだけだね。そのファインは何、罰金ね、罰金、いやお金、お金、罰金を課すんですよ。お金が入ってこないとダメ。なぜかというと、このファインはね、あの晴れているところは関係なくてファイナンスの親戚だから、あの晴れているファインとなんでこの罰金を課す、罰金がファインなのかっていう人よくいるけども、まるっきり別の言葉、このファイナンス、財政、経済、あれの兄弟の言葉になる。だから、たまたま続きが一緒になっちゃったわけなの。だからお金が介在してないとまずい。こういうのをやりますから、まあ忙しいと思いますけど、なるべく来てくださいね。これもうバーッと読みながら、その例文はファインを犯せに引いて、このファインは罰金を犯せとか、もうとにかく一つでも多く確認するだけ。本当はそんな勉強成り立たないけど、直前だったら何とかなるかもしれない。1個でも多く知ってれば得するってなるね。読解文中の説問の対象ね。こういうやつで、ファイン。警察に罰金を課せられた。で、交通なんとかを破ったから罰金を課せられた。下の方は His cut lasted for more than 20 years。 このラストも入ってたと思うな。なぜ入ってるかというとね、やっぱり頻繁に出るから、もう随分承知してると思うけどね、頻繁に出るんだ。この彼のなんとかは20年以上続いた。で、例えばルールね、上は単なる交通ルール規則、下は支配統治、これルールって言うんですよ。動詞で支配する、統治するもルールで、これも読解文中にたくさん出てくる。彼の支配は20年以上続きました。 He always gives me a cut of advice when I'm in trouble。 私が困っているとき、いつも彼は私にアドバイスをくれた、くれる。 The invasion of the country won't bring a cut to the world。9、10、11に関しては異なる綴りで音が一緒と。その国を侵略しても Invasion of the country、 オブは目的化です。その国をインベイドすることね。その国を侵略しても世界に何だカッコはもたらさないであろう。アドバイスはね、不可算名詞の代表。アドバイスは不可算名詞の代表。不可算名詞の代表はアドバイスとインフォメーションとファーニチャーね。もう文法問題超品質。この3つに共通していることは数えられないんだ。だからどちらかというとそこのヒントはむしろこの英文中からなんとかじゃなくて、まあ、こういう文法的な知識だね。アドバイスの時はいつもあれをつけなきゃいけないよ、ね、数えられないから。ここはアがついてる、アがついてる、ひらめかない。アロットがたくさんになっちゃう。相手が違うね、うん、いいね、苦しんでいいね苦しむべきだね。でも時間がないからそろそろ、もうこの極めつけのヒント、今日はもう今年最後だし、クリスマスも近いから厳しくね、これを言って当たらなかったら、なんか物を取り上げんかな何の意味もないけどね。その国を侵略したところで世界にとって何ら平和をもたらすものではないね。だからピース、下が平和ね、上が a piece of advice、 piece of furniture。 こういう問題ばっかり出すから困ったもんだな。こんなのとね、私はね、常々思うこと、語彙力と関係ないな気がするよ。君にとってさ、ピースなんて言われてみたら絵のようなもんでしょ。
葉は悪くすいません。柄悪いもんですから、ね。柄物だと思わない、P さん。言われてみたらがっくりくるでしょ。だからこれとね、英語力と違うと思うんだ、この連立関数。今度は外国人がさ、例えばあの英語、日本語を勉強してるアメリカ人のフレッドがさ、例えばね、今度は連立関数やったら君どう思う？机のカッコに頭をぶつけたなんてやってさ、彼は椅子のカッコに座ったなんてやって、こうフレッドがさ、頭抱えてる。これ、なんだろうなんて言って、トムかなんてかさ、え、ガレイなんですね。これは、橋なんですよ、さ。橋オーイエーなんて言って、机の橋に頭をつけた、ガレイなんてやったらさ、やっぱりちょっとフレットに注意したくならない。そんな日本語の勉強よくないよって。これ、別のやつはトマスかなんか出てきてさ、角はダメなんですね。椅子の角、机の角に頭をぶつけた椅子の角に座ってダメなんですよ。先生がさ、スミス先生がさ、上は OK だけど下は言わないですなんてね。インパスブルして、正解、はしーなんてやったら、絶対歪んでるよ。この時歪んでる。私は昔からこの種の、ね、出題はね、おかしいと思ってるんだ。つまりこの語彙力とここに入れるか入れないかのひらめきとね、何も関係もないの。あんまり賛成してませんけどね。だからもう遊び気分でやるしかないです。だから10番が I'm halfway cut with a hook、 これはかなり重要なあの会話表現ね。 He cut a rock at the window and broke it。 これはどうですか、スルーね。ここから発音が一緒で続き違っていいんだから、まず石を投げたで throw の過去形 through と、それから大切な熟語何々をもう終わっちゃっている、日本語でも通過しているっていうもんね。これ be through with、 be through、 これはねかなり会話隊の時に出題されるし、現地でも盛んに言ってます。 are you through with the book、 もうその本読み終えた、なんかこう回し読みしてる人気のある本なんです。マーフィーの法則とかさ、そんなの読んでる人って、ああそれ次終わったら見たいな。 are you through with it、 もう終わった、読み終えた、この時にスルー使いますから。で後でね、もうついでにやってみます。ゲットスルーという、これは読み終えている状態、フィニッシュで読み終えるという時にね、ゲット使いますから、今のうち言っておきますね。これ何々をもう終えちゃっている、つまり半分終えています。 I'm halfway through the book、with がつく場合もあります。 He threw a rock。から11番は一般的だね。 He was not the cut to me in the lawsuit。 下で入るよ、大丈夫、私ヒント言います。 How much was the taxi cut って言ったら、もう聞いてることはさ、日本語で何言ってる？タクシー料金でしょ。料金を表す言葉いろいろあるけども、 F で始まります。もうこれしかない。 Fee、 Fee はね、入学金なんて Fee 使う、使い方が違って、とっても微妙だけどね、この辺、チャージを使うのか、コストを使うのか、フィーを使うのか、なんだろうな、こういう事業出るのにお金払ったでしょ、あれ、フィーって言いました。でもね、タクシーみたいな一時的なやつはね、これはね、大体君、フィーの、同じ音の言葉ってないから、要するに怒るなよ、個人的に使ってないよ。ただ、誰かいじめる人がいると、事業が、面白くなるんだよ。みんな結構それで快感味わえるし、誰がやっぱりターゲットだよ。あ、じゃあ上の方、これが画面越しのヒントだよね。裁判でね、ロースーとは裁判じゃない、訴える方ね、スーと、その訴訟とかさ、ああいうその裁判でね、彼が私を訴えたんだけども、あ、もう分かった。はい。あー、ちょっと君やりすぎじゃないか。そんなの知ってる？はい、何だろうな、これ確かに虫レベルじゃない。これ裁判の時にやるって使ってた。もう英語言うならね、超高度、入試レベルの範囲はかなり出ちゃってた。このファイルをやる前にもっと先にやんなきゃならないんだ。それは例えば慶応の総合政策とか情報なんとか、ああいうわけのわからないところを間違えて出すことはあるけど、そんな裁判の時に書いて出てこないから、すごいの知ってるね。あ、だから
菓子に混ぜてよ。ダメ押しのヒントを上に言うから。彼はね、その裁判で私を訴えたんだけども、あんまり私に公平でなかった、公正でなかったんですよ。ね。ここで間違えたら、きっと割れる。ああ、ファインなんですか。それは割れます。音だけ言って。だよ、ね。この発音記号ね、これだけしか使えませんから。念のため覚えて、エラーって時だけ、この発音記号。フェアとかペアとかね、この時だけ使います。料金の方が FAR ね。で、彼はいわゆるフェアプレイのフェアね、フェアでなかった。これはもう、こういうところでやっとけば大丈夫。これはね、数が限られてますから、綴りが違って同じ発音がね、これは対処のしようがあります。先を急ぎまして、3番。もう、ここのページはもう、ほとんど遊びですから。もう説明の余地なし、もうクリスマス特集、楽しみながら回答しよう。1. He finished, he finished his job at the top of his hands。 これはいいね。どれでもありそうだけども、ここは一つ、まあ、犠牲にしてだからね。 At the cost of expense of ね、で、ここで気をつけてほしいのは、この言葉は全部時制というのがもともとある言葉です。特に気をつけてほしいのは、この熟語だけじゃないんだけどね、このトライスというやつが、もとより時制という意味ですからね。これ、プライスもありますから。何々を犠牲にするというのは、このプライスだけ気をつけてください。これ、時制です、全部。この3つはもともと時制。で、プライスがね、単独で前に出てきたことがあって、これもその230つの中に入ってますけども、カセルビアクの中にプライスが入ってきた有名な問題があるんで、犠牲という意味で、その時は、ね、For the price of ロブイカを犠牲にして、その犠牲と交換に、そう、こんな風に長文字に出てきたんだ。プライスは何を言ってるか分からない人にとって訳せなかった。何々の犠牲と交換にか。こんなふうに出てきたプライスがありますから、この熟語を3つやる中でね、もう一回確認してプライスにも犠牲があります。ありますってか、そうだよね。プライスがお金ですから、カメラを5万円で買う、カメラが手に入るけども5万円を犠牲にする、だからプライスはもともと犠牲の意味だとおかしくない。それから2番が He is in charge of making arrangements for our trip to Europe。 ヨーロッパ旅行の幹事役を彼が務めていますと、何々の責任管理を負っていますと、世話を引き受けていますと、In charge of ね、これはもうそのまま覚えてるのが一番いい。 Were those women in charge of votes for women？ これらの女性は女性のために投票するでしょうか。何々に賛成して、何々に味方しての in favor of。 3番4番、括弧1、 for the time being my relative is staying with us。 これもよく使いますから、親戚が今家に滞在している、ね、stay with us。 for the time being はしばらくの間、選択肢がどれも大切な副詞ですから、全部検討すると答えは1番ね。一時的にを表す temporary、 それから momentaryは一瞬だからちょっと短すぎる。3番 lately はご存知、最近。特に気をつけたいのはね、 occasionally ですね。 occasionally というのは時々というとちょっと頻度が高すぎて、日本語で言うならば時たまに、そうですね、時たまっていうとなんか、まあ、気が向いたら、気がついた時だけっていうニュアンスがあるね。Once in a while との機会でしょっちゅう出ます。 Once in a while、 Once in a while が occasionally との機会で頻繁に出される。なぜか知らない、昔から好きなのこの出題が。日本の大学は occasionally と Once in a while の機会で、必ず顔を出すのが sometimes なんだけども、ほとんど似てるんだけども、こっちの方がちょっとフリクエンシーが多すぎる、頻度が高すぎる。 sometimes、 時々だと高すぎる。ふっと気が向いたくらいの時にちょっと映画に行ったな。ワンシーンのワイルドオケーション。2番 He left France for good。 For good、
辞書には正式には for good and all って書いてあるんだけども、その and all まで見たことがない変わった事項だね。 for good and all and for good and all、 これでなぜ永遠に、つまり forever の意味なのか、私もまた何度か考えたことがあるんだけども、これはとうとう答えが出なかったです。 for good の good がね、なんで and all と合わさって永久になるのかわからない。これもこのまま覚えてもらうしかない。ただ2番の文意はしっかり捉えて、永久にフランスを去ったということは二度と戻ってこなかったという意味で使うんだということね。それから3番 The play went very well go well で、まあ、うまくいったでしょうね。その劇は、ね、非常にうまくいった。全体的に見ると on the whole、 一般的に概してだから、これは2番の generally、4番のパートリーと対応するね。これが部分的には。それから4番 Mrs. Tanaka wanted her type those letters right away。 right away はしょっちゅう出てきます、口語表現でね。すぐに right away、 すぐだから で at once。 4番大きな、5番いわゆる語形変化派生語。 This is an excellent computer、これは素晴らしく性能の優れたコンピューターであり、その上、ね、その上、add の熟語、語形変化を入れて、It's very cheap、値段も安い。何々に加えてだったら、in addition to ね、これを単独で使うね、in addition までね、とにかく入ったって構わないんですけども、とにかく入ると、ニョロニョロに加えて、さらにでしょ。そうじゃなくて副詞句としてね、単独でその上にさらにはって言ってここで言い切ったやつね。 in addition。 2番 she looked at him in cup まで amaze、 びっくりさせる。おそらく言いたいのは彼女はびっくりして彼を見た。これは in プラス抽象名詞で、そんな状態を指すね。これは結構重要なんだ。 in tears は泣いて、こういう使い方でしょ。これ止まった話。 in amazement、 びっくりして、はい、なんか昔やってないです、なんか in tears、ね、with tears じゃないよって言ってね、泣いて、これはその人の全体の状況を指すから in plus tears、 あとに説明します。それと同じ仲間。 in amazement、 in surprise で驚いて、びっくりして。それから3番 We want your カッコ that they will be delivered on time。 they はものだろうね、それらがちゃんと時間通りに配達されるという確約が欲しいんだね。 assure というのは、例えば形で言うと、あなたは我々に確約する。なんと第4文型とありますか、ざっと説明、ね、You assure us that、 こういう形でね、あなたはざっと以下だということを我々にちゃんと保証します、保証する、確約する、これは手話の使い方。これが今あなたの、これが所有格にはなってますが、実際はアシュアランスの意味上の主語ね、意味上の主語です。したがってこのざっとがここにそのまんま来て、上は目的語の名詞です、下は同格の名詞です、なる、ね、つまり内容は何かっていうとね、 Your assurance that っていうのは直訳するとネロネロというあなたからの確約なんだけども、実際はあなたがざっと以下を保証したことっていうんです、Your assurance that It is important to behave with カッコで decent が来てる。もう decent の派生語だと他に知らないのね。反対語はインディースンだっていうことぐらいで、アクセント前、これも名詞と言われたら、もう知らない人もなんとか、まあ、推理して、おそらくこんなもんだろうくらいでやるしかないね。ディースンシー。これも、with プラス抽象名詞が副詞的な意味です。上品な、きちんとしたがディースン to。で、with ディースンシーで上品に振る舞うことが大切だ。What is the cut between college and university との違いは何ですかと、これはもう有無も言わさずレクレです、どんどん言っちゃいますからね。
What can we do for a bit of Kako this evening? 部員は今一つ無名だけど、エンターテインで名刺しか入らないとなったら、もう他に知らないから、もうこんなものはこれしか入らない。エンターテインメント。エンターテインメント。なんだか、俺らがしたいかったのかな。エンターテインメントで N 読まないからな。ガバメントか、どこだったの？エンバイロメント。一応まあ押さえておきますか。ガバメント、ガバメント。N 読まないから。インバイラメント。これが言いたいのかな。まあ、語形変化出すのか出さないの理由は何かあるんでしょ、それぞれバラバラに。ガバン、エンターテイン、インバイラメント。N は読まないからっていうのはあるかもしれない。だから抜かす人がいるのかなってことでしょう。なんだろうね、今晩のちょっとした楽しみ、何ができるでしょうか。意味不明。It is a good plan. 良い計画だと思いますが、needs, cut, changes, extend. 拡大する。拡大するの形容詞だから、まあ、おそらくは広範囲なという意味になるんだろうと。もう他に知らない。extensive。extensive は extend の形容詞。広範囲な。これの逆の方が重要だね。インテンシブが狭いけども奥の深い集中的な、こっちがどちらかというとこういう筒状のもの、こっちは広げたあのだだっ広い風呂敷みたいなものね。エクステンシブ、広範囲だから、エクステンシブリーディングっていうと、まあ乱読に近いね。インテンシブだとこう精読っていうか、この違いがある。8番、Our program must be kept organized if successful results are to be obtained. また文法に戻りますけど、if 以下に条件説に be 動詞 are プラス to be obtained の、 不定詞が来たの、ね、いいですか。 be 動詞プラス to 不定詞が5つの意味を持っていた。可能、意図、運命、義務、予定。この be 動詞プラス to 不定詞が条件説中に来たら、すなわち if 説中に来たら意図を表す。意図。意図だって意図を紡ぐの意図じゃないの。もう誰も聞いてないんだ。もういい加減にしな。意図を表す。じゃあ受け身形で主語がね、良い結果なのに、これでも意図を表すのかって言ったら、そうですよ。受け身形だからこそ、元に戻せば人間が主語のはずだから、これ意図は表現しなきゃいけないの。どうやって訳すかっていうと、もし、かっこあなたが良い結果を獲得する、したいのなら、良い結果を 得たいと思うなら、必ずそこに人間の介在があって意図を表すんです。もしあなたが本当に良い結果を得たいと思うなら、その計画はもっと論理的に組み立てられなければならない。ロジックが B 動詞と過去分詞になるんですから、もう副詞で論理的に組み立てられるってやるしかないからね。ロジック、ロジカリーね。ロジカル、論理的に。まあ、なんでもないね。それから9番、The product was advertised on TV。 国家、国、ネーションを入れろって言うんだから、その製品は、テレビで全国ネットで広告されていると。全国的にだね。つまり国家的にです。ナショナルが形容詞、これの副詞形でナショナリーThis is all I can do for you. これは私があなたにやってあげるすべて、つまりもう私にはこれしかできません。In my present 括弧で、よくわからないけども、occupy の派生語で名詞って言ったらもうこれしかないから。しょうがない。occupation、職業。職業。occupation が職業。ただしここでは職業的地位でしょうね。今の私があなたにやってあげられるのはこれっきりです。今の私の地位では、地位では。それから、He worked hard to find the solution。 もう何も説明の余地なし。解決。どんどん先行きます。6のカッコ1、超品質。もう出たらいただきね。Quite a few。 前回に言いました通り、論理的にはどうしてもかなり多くのという意味が出ない。したがって反応で開き直った。不
怖いと全く、あ、9は2、3も少ない。全く少ないが、なんでかなり多くのになるのかわからない。かなりは、そのフェアリー、ね。そのフェアリー。2つありますから、フェアリーは。フェア、さっきやった、フェアプレイのフェア。あの副詞と、それからかなりの相当のっていう意味のね、2つあります、フェアリー。ここは、その後者の例で、かなり、メイン、多くの4番。ね、フェアリー、メイン。これは絶対いただけですよ。それから2番、絶対出ないと言ってもいいくらい。Everyone in the city appears to be constantly on the go. 確かにこういうイディオもあるんだけども、忙しく働き回っているという意味でね、ありますけども、もう可能性は極めて薄いからね。どうでも1番のアクティブ。3番、What a wonderful morning. なんと素晴らしい朝だろう。I feel on the top of the world. On top of the world ね。別段特に意味はないです。最高の気分だ。したがって2番の Very fit and happy。 このフィットを気をつけて、フィットには健康なという形容詞があります。この方が怖い。健康なフィットですか。だからフィットネスクラブというのは元より健康クラブですよ。何もスタイルを良くするとかそういう意味じゃなくてね、健康で幸せです。4番 What you say is out of the question。アウト・オブ・ザ・クエスチョンをオックスフォードの AA 辞典で調べると全く同じ定義を持っているのが4番 To impractical, to be discussed。 これがアウト・オブ・ザ・クエスチョンの元の意味。議論するにはあまりにも非現実的すぎる。これがアウト・オブ・ザ・クエスチョンの意味ですよ。議論するにはあまりにも非現実すぎるってのはどういうことかというと、辞書には問題にならないとかね、とても不可能だって書いてあるけども、要するに議論する価値がないって言うのがアウト・オブ・ザ・クエスチョン。そこのところ間違いないね。だから4番ですよ。3番ハード